はい、こんにちは、ジェイクモです。今日はですね、前回ですね、整地したところのところにですね、羊を集めて羊牧場を作りたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとその前に腹ごしらえをしないと、これもだいぶやばいんで柵を作るのに木を刈らなきゃならないので、今度はいっぱいあるな。じゃあちょっとですね、でこれいらないのは置いちゃって、で木を刈りに行ってきたいと思います。向こう奥で、あ、白川があるかな。ここら辺の木を伐採しまくってですね、木をいっぱい手に入れたいと思います。結構遠いな、ここら辺の車。よし、上の方まで刈り残しがないように。だからもう耐久力もないし、効率も悪いしですね。早く鉄かダイヤ作りたいですね。届かない。ここからだな、届くかな。 OK、 これ、あ、松の木か。でも松の木って背が高いんで刈りづらいんですよね、上の方まで。できれば白樺かオークかなんかがあればいいんですけどね。なんか向こうにちらっと見えたのが、あれ白樺じゃないのかな。ここら辺あるか。苗とかも後でいろいろ育てられるんで、苗とかも回収して。ここら辺は松の林っぽいな。一瞬このピンク色が
豚に見えて、豚がいるとか美味しいじゃんとか思ったんですけどね、そんな世の中甘くなかったです。37かな、37だったら足りるかな、戻りつつ、あ、向こう側に、あ、ちょっと遠いですけど、あ、あるあるある、近くに白樺っぽいのありますね。さっきですね、録画テストしながらですね、昔作ったワールドでマイクラやってたんですけど、でそこで録画テストしながらずっと白樺買ってたんですけどね、白樺ってあれなんですかね、リンゴ落ちないんですかね、フォークだけ、フォークしか、あ、落ちた、フォークしかリンゴって落ちないんですけどね、ないんですかね、なんかそんなことないような気がしたんですけど、なんか1本も落ちなくて、なんか40本ぐらい買ってたのに1本も落ちなくて、運が悪いだけなのか、それとも借りすぎちゃう、悪いだけなのか、それとも白樺だとリンゴが落ちないのかなとか思いながらやってたんですけど、どうなのかな、後でちょっとググってみますかね。もしこれだけあれば、あ、いらないものを片付けて、どうしようかな、一旦これここに置いて外で、木材のハーフブロックを持ってですね、ハーフブロックここに置いて、ここに置くとジャンプで登れるんですよね。なんで適当に置いても、特に扉を作らなくても外に出られるという。そして羊をこれで、小麦を使ってですね、羊を作っていきますか。
開拓して、でここを埋め立てて、でですね、植林地みたいなのしたいですね。木材をいっぱい集めたいんで、おかいよ。よし、じゃあこれで連れてきますか。もう羊、いっぱいいる。こっちにもいっぱいいるじゃないですか。よしよしよし、こっち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 。お前らもこっち来い。ところに、なんでこんなところに、あ、さっき俺の買ったやつか。よし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 、これも借りながら行きますか。ちょっとした資源も手に入れつつ、次来てるかな。 OK、よし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 、 OK、 よし。ここら辺の人たちも連れてきますか。お前らも来い、来い、来るぞ。お前らも来い、飛んでいくぞ。失敗した。よしよし、ここで出てこれないよね。 OKOK、 よし、向こうからも連れてこよう。こっちは2匹しかいないのか。よし、あ、なんか奥の方にもいるな。ちょっと向こうから先に連れてこよう。もし迎えに来たとこ、あ、なんかいっぱいいる。羊島じゃん、ここ。出られなかった。こっち来い。よし。近くにいるやつはラストかな。よし来い。来い来い来い。よし。食料も、もうほぼ、あれですね、無限に手に入ることになったんで、反対ですね。よし、ちょっと遠くに行ったやつらも連れてきますか。なんか遠くだ、ここら辺に行ったんだよな。
遠くに遠くの方に見えたような気がしたんだけど、あそこ、あこの山の上か、山の上っていうかくぼんでる、あここさらにいるのね、すごいすごい、よしよしよし、まあ、またち迎えに来た、あなんかグレーの湿地、なんかちょっと薄汚れてる薄汚れた、なんか暗いだけか、薄汚れてる感じは、よしよし、やったね、これでもう食糧難脱出ですよ、もうこれであれですね、もうあそこで畑で育てたものをこいつに食わせてどんどん増やしていけば、もうすげーやってくれてる、すごいすごい、よしよし、はい、ということで、まあ、こんな感じですね今日は、まあ、無事牧場が作れたということで、次回どうしますかね、ここら辺もうちょい増やして畑ももうちょっと拡張しますかね、拡張と畑の拡張とちょっとここら辺整地して、木の伐採場を作りますかね、はい、ということで今日はもうこのくらいで終わりにしたいと思います、はい、どうもご視聴ありがとうございました。